アゾフの紋章アゾフは、ロシア連邦南部、ロストフ州の都市。ドン川沿いにあり、アゾフ海までは約6キロメートルと近い。2002年における人口は8万1700人。紀元前千年期には、スキタイ文化の勢力圏に入っていた。紀元前3世紀頃、ボスポロス王国から来たギリシャ人は、ドン川の河口が交易上の重要な土地であったため、 ここに植民としたナイスを作った。数世紀後にミトリガテス戦争が起こり、紀元前63年にボスポロス王国はローマ帝国の創始下に入り、ボスポロス王国のポレモ一世によって居住地は焼かれた。その後、ギリシア人の入植者たちは再建に成功したが、西暦3世紀にゴート人によって滅ぼされたは、19世紀中頃か,から、 発掘が進められている。5世紀頃、フンの王デンキジック総主家のアクツアーイ国の王、クラードックが居住し始めた。6世紀頃、東ローマ帝国と特決総主家のハザールが進出し、ビザンチンサーサーン戦争、第3次、ペルソチューロク戦争を行った。7世紀の中頃、西特決が衰退して、ハザールカガン国が独立し、アラブハザール戦争を行った。 10世紀にハザールカガン国が衰退し、この地域は、スラブ人のトムタラカム広国領になる。1067年には、キプチャクがこの地域を支配し、地名をアザクに変える。現在のアゾフの地名はここから来ている。13世紀から14世紀にかけては、ジョチウルスがこの地を支配したが、ベネツィアとジェノバの商人たちは、許可を得て、ターナという植民都市を作り、そこに定住した。 アゾフの要塞1471年に、オスマン帝国の侵攻によりターナは占領され、テュールク人はアゾフに要塞を建造した。1637年の夏、ドンコサックは4000人の兵士と200の大砲を用いて要塞を攻め占領した。ドンコサックは5年間そこを保持していたが、1641年夏より強大なオスマン軍が要塞を包囲。 オスマン軍は要塞を陥落させることができず、翌1642年に撤退した。オスマン軍の撤退後、トルコとの全面戦争を危惧する、ロシアツーリンのミハイル・ロマノフは、全国会議を召集し、要塞をトルコに引き渡すことを決定した。ドンコサックは、要塞の防御設備を破壊した後に退去した。その後、クリミア半国に打撃を与えるために、ミハイル・ロマノフの孫で、 サーリのピョートル一世が大トルコ戦争に乗じて、アゾフの再占領を開始した。1695年の攻撃は失敗したものの、1696年に要塞を再占領した。しかし、大北方戦争最中の1711年に、ピョートル一世は、プルート川の戦いで、オスマン軍に包囲され、海外恋の交渉の際に、アゾフ要塞のトルコへの返還に同意した。 第一次ロト戦争におけるロシア帝国の勝利により、キュチュクカイナルじゃ条約が結ばれ、アゾフはロシア領となった。ありがとうございます。